皆さんはこんな悩みを持ったことはありませんか？効率のいい勉強してえな。なかなか集中力続かないんだよな。私もそうですけど、できるだけ効率が良くしたいし、ね、そう集中も続けたいんですよね。で、そこを考えていくときって、どうしても勉強のやり方の方に行くんです。もちろん大事だよ。そっちも大事なんですけど、もう一個大事なことがある。それは休憩なんですね。勉強してたら当然休憩入るじゃん。まあ仕事もそうなんですけど。だから、その休憩の時間をどう使うか、どう工夫するかっていうところを考えていくと、全体の効率の良さだったりとか、集中がね、こう続く、集中力のコントロールがしやすくなっていきますので、今回そんなポイントを話していきます。改めましてどうも、アイチーです。今回はね、冒頭で話したように休憩のポイントを3つ話していくんですが、その前にですね、皆さん、休憩って何のためにするんですかっていう、まあ、当たり前なことをね、聞かせてもらうんですけども、多くの方がさ、まあ、体を休めるため、脳を休めるためと考えるじゃないですか。もちろん正解です。正解なんですけど、まあ、今回ね、休憩のポイント喋らせてもらうんですが、みんなにとっての正解は、まあ、実際みんなが決めるしかないし、こうじゃなきゃいけないってものはないわけですよ。そのヒントに今回はね、してほしいんですけど、その自分流の休憩、私の休憩はこれ、俺の休憩はこれっていうのを見つけていくための考え方として、休憩っていうのは、その次に頑張るためにするものなんです。まあ当然だよね。だって休憩して体を休めて次頑張るわけだから。で、次頑張るためにはどういう休憩にしたらいいのかな？自分はどういう工夫をしたらいいのかなっていう視点を必ず持ってください。自分が塾講師やってた時の生徒にもいたし、今実際にもらう相談でも多いんですけど、休憩をしようと思ったら休憩しすぎちゃってへこむっていうのがすごく多いんです。だから休めるためにね、次を頑張るために休憩をするべきなのに、モチベーション下がってんのよ、休憩することによって。だから極論だけど、そうなるんだったらしない方がいいのよ。あ、まあ脳疲れてさ、中々落ちちゃうから、だから続けろって話じゃないんだけど、次にリフレッシュして、よし頑張るぞってするための休憩だからね。だからへこむためにするものではないので、じゃあなんでへこむのかな、何が良くないのかなっていうところを突き詰めていくとポイントが見えてくるわけ。まあそんなね、今回それを話をしていこうと思います。まず一つ目のポイントは時間で決めるです。もうマーク4ページ終わったみたいな感じで、決めた量が終わったら休憩タイム入るじゃないですか。そしたら例えばスマホとかキッチンタイマーとかでも構わないので、決めた時間、今から休憩は何分間ですって、それは10分とか15分とか皆さんにお任せするんですけど、その時間を必ず測る。いい、それで見えるようにします。できる限り時計、自分の部屋の時計がよし、20分になったらってよりもカウントダウンをしてください。カウントアップじゃなくて、つまり10分って決めたら10分が減っていく感じです。ちなみに休憩中に YouTube の動画を見たりだとか、あとはまあ音楽を聴く方もいると思うんですよね。で、例えばさ、 YouTube の動画見てて、あと動画がじゃあ8分で終わるとしますよね。でも休憩タイムがあと5分しかないとするじゃないですか。どうします？であと3分伸びるだけじゃない、3分だから一緒ってやりがちなんですけど、私は個人的にそれはね、動画を止めてでももう決めた時間ね、この休み時間じゃねえよ、休憩時間がこれって決めたなら、そこから始めるべき。だって動画は後でも見返せるからね、っていう方がメリハリはつきやすいと思っています。ただ実際そこまでやるとね、めんどくせえなーっていうのが出てきやすいんですよ。まあそう思う方はちょっとね、今回3つ目の最後のポイントまで聞いてほしいんですけど、ただね、休憩時間って本当にだらけやすいんですよ。だらけやすいっていうのは、決めた時間を伸びてもこう始めらんないことが多くなっちゃうんです。で、勉強とか仕事もそうなんだけど、始めちゃえば意外とできんのよ。一番の壁は始めるまでだから、ここだから。だから時間で区切って、もうこの時間になったら絶対始めるのって、そのメリハリがちゃんとつけられると、ものすごくリズムが生まれる。でもそこをなーなーにしちゃったり曖昧にしちゃうと、まあいっかって、なんかね、全体的に曖昧になっちゃう。そうそう、曖昧にするとね、勉強を頑張ったとか、まあ、練習頑張ったとか、仕事頑張ったっていう達成感自体も曖昧になっちゃって、全体的にぼやけるのよ。そうするとね、得られるものがやっぱり弱くなってしまうので、まあ、決めた時間を必ず守って、まあ、休憩時間、時間で決めてね、その時間を守って休憩タイムを過ごしてみてください。そして2つ目は、1分前から勝負。
今から10分間休憩しますって皆さんなった時に、まあね、おのおの好きなように過ごすじゃないですか。さあ皆さん、10分後に今タイマー鳴ります、音がね鳴るんですけども、どのタイミングで次の勉強を始めますか？そりゃタイマーをかけてんだから、タイマーが鳴ったらに決まってんでる。そうっすよね。まあ学校もチャイムが鳴ったら席座る。まあ先生によってはね、もうチャイムが鳴る前に席座っとけよみたいな人もいますけども、大体がチャイムが鳴ったら合図でこう準備始めると思うんです。でそれはね、学校っていう空間でみんながいるから、チャイムが鳴ってから準備始めてもまあ授業に入れるんですよ。みんな家では一人、まあ部屋とかだと一人ですよね。そうするとですね、じゃあアラームが鳴りました、そこで机座ります。勉強ってさ、すぐ始められる時ばっかじゃないよね。そっから消しゴムのカスを実は捨ててなかったりとか、次あるページを開いてなかったりとかすると、意外とアラーム鳴ってから始めるまで時間かかるんですよ。そうするとね、完璧主義な子、私もそうなんですけど、完璧主義な子は特に、あ、なんかもう最初スタートうまくいかなかったらダメだ、なるんすよね。そうするとスタートが切れなくなるし、そもそものモチベーションが下がるんですよ。このね、スタートをきっちり切るっていうのはすごく大事、家で一人の時はね。だから1分前から始めちゃうんです。さっきなんでカウントアップではなくてカウントダウンにしてほしかったかっていうと、目視でパッと見てあと何分かが分かりやすいんですよ。まあもちろんカウントアップでも分かるんですけど、10分でセットしてたのが9分8分7分って減っていって残り1分ってなるじゃないですか。その時に思うのは、ああと1分しか休憩ないわーって思うんじゃなくて、あ、1分前だ、もう始めようって思ってください。勉強机に座って、もう消しゴムのカスとかね、もう整えて、もう始めるの。アラーム鳴る前から始めちゃうの。で、それをすると、まあ1分もあれば確実にほぼアラーム鳴った時にはスタートできてるんだよ。しつこいんですけど、もう勉強はスタートを切れるかどうかなの。そのメリハリをつけられるかはね。そうだから、そこをするためにひとまず1分。もちろんね、1分もいらないって方30秒でも構わないんですけど、ちなみに私3分前ぐらいから始めます。3分前ぐらいから。なんでかっていうと、そのさ、休憩時間がまだ残ってんのに先に始めちゃった俺かっこよくないっすかって思うの、自分にね。そう思うとモチベーション上がるんよ。これが俺のコントロール術だから、さっき言った工夫よ。俺はこういうタイプだから、そうするとうまくできるっていうか分かってるので、そういう風にやってるんですけど、まあ、その時間は強要しないです。ただポイントとしては、その休憩が終わったアラームの時に始められてることです。そこがすごく大事なので、まあ目安として1分前から勝負が始まっているっていうのを覚えておいてください。最後3つ目のポイントはボーナス休憩です。ここまで動画を見てくださった方の中には、すっごい窮屈な感じを受けた方いると思うんですよね。いや、家のさ、自宅学習ぐらい自由にさせてくれよって思うじゃん。だって逆の立場だったら思うもん、きっと。でもね、いろんな生徒を指導してきて思うのが、やっぱ自宅学習の部分って、曖昧にするというか、自由度を間違っちゃうとうまくいかないんだよね。そう、設定がうまくいかなくて。だから、ある程度最初は縛ることがすごく大事だと俺は思っているの。その方がうまくいく。プレッシャーをかけた方がね。でも、窮屈さをやっぱり感じすぎるとさ、ストレスになっちゃうから、じゃあ、そのためにボーナス休憩を設けようと。それを生徒にやってたの。さっきは10分とか15分って決めたらさ、動画が途中だろうとね、音楽が途中だろうと、もう止めて、はい、始めるって言ったじゃんか。でもこのボーナス休憩は、もう自分が、あーもう満足した、休憩 OK、 よし、やるかって思うまで、もう好きなだけ休憩しなよっていう時間です。1日単位でもいいし、1週間に何回っていう単位でも構わないので、ボーナス休憩、もう好きなだけ休憩していいよって満足いくまで、もう時間とか関係ない。っていうのをもう自分のご褒美として設定しておくと、普段窮屈にさ、こう休憩を取ってるんだけど、どっかでボーナス休憩が取れるって、その時はもう満足いくまで休憩できるから、じゃあ今はきっちりね、まあもうこの動画見たかったのにってなるかもしれないけども、あ、頑張ろうって思えるの。ずっとそれが続くと辛くなっちゃうので、そういうボーナスの時間も設けて、そのボーナスと普段のきっちり休憩をうまく使い分ける。それをね、そういう風にするとこう気持ちにとしてもメンタルもね、割とこう保ちやすくなりますので、ぜひ試してみてください。
はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回はね、休憩の話をしたんですが、私は自分が生きている中で大切にしている言葉の一つに、自分の機嫌は自分で取るっていう言葉をすごく大事にしてます。多分この月曜の動画でも話したことがあるとは思うんですけども、今回の休憩も同じです。っていうのは、だって休憩ってさっきも言ったみたいに、自分をリフレッシュするため、自分をいたわるための時間ですよね。でそれを、どういうね心持ちで過ごすかなんてみんな次第なんではあるんだけども、やっぱり俺はできる限り自分のさ気持ちがこういいところで過ごした方が人生楽しいし、その頑張る時も頑張れると思ってるの。でもさ、やっぱりいろんなことあるじゃん、人生。いいことばっかではないから、どうしてもへこんでしまったり、辛かったり、嫌になったりとか、負の感情が出てくることは絶対にある、絶対にあるけども、そこをどう付き合っていくかっていうのは自分でコントロールできるよね。そのさ、嫌なこともさ、もう自分自身が気をつければ避けれたこともある。例えば朝ね、もう俺とかさ、年がもう40前だからさ、すごいこうさ低い段差とかでもつまずくのよ、結構うわっみたいな。そうするとってなるの、なるのよ、なんでこんなんでつまずいてんのみたいな、なったりすんの。それだけでもなんかズーンってへこんじゃう時もあったりするんだけど、それは自分で気をつけることができるじゃん、まだ。でもさ、例えばみんなは学校生活の中で誰かから嫌なことを言われるとか、嫌がらせを受けるなんてこともあるわけ。それはさ、自分自身でどうこうできないんだよ。だってその人が言ってくるんだもん。その他者が出てくると、やっぱり自分ではどうこうできない問題も出てくる。じゃあそれをさ、嫌な思いをしないっていうのがコントロールできないんだよね。じゃあどうするって、その嫌なこうね球が飛んできた時にこれをどう処理するかは自分が決められるよねってよく思ってるの。なので、本当はね、みんなの人生にこういう球が飛んでこないのが一番なんだわ、できればさ。でも飛んでくるから、どういう場面でも何かしらね起こってしまうので、それが飛んできた時にできる限りこれをかわすっていうのもね、一つの生きる術で大事なんだけども、そう難しいんだよね、かわしきるのって。やっぱどっから当たっちゃうからさ、じゃあ当たった時にその辛くなったやつをどう機嫌を取るのか、どうリフレッシュするのか、その一つ答えの一つ、答えの一つでヒントの一つかにしてほしくって、今回休憩っていうトピックで話をさせてもらいました。ぜひね、自分の機嫌を一番取れるのは自分自身だと思います。それは難しいよ。自分のことを知らなきゃいけないし、自分と向き合う必要があるんだけども、その自分と向き合って、いろいろわーって考える時間さえも、後々振り返った時にみんなの糧、みんなのエネルギーの元に必ずなると思っていますので、焦らず行こう、焦らずにね、ゆっくりゆっくり自分と向き合って、ぜひ自分の機嫌の取り方を少しずつ探していってもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。